もうひっくり返してる。なんかこのまな板みたいなやつ、これがね、斜めになってる。そのソースをここにつけて食べる。姫路風明石焼き。はい、ママやなですか。お坊ちゃんです。ママということで、姫路に来たら絶対食べた方がいいというものを教えてくれと昨日インスタライブで言われたんで、皆さんにタコピアを紹介したいと思います。はい、場所はこちらですね。ピオル姫路さん、 JR 姫路駅があって、はい、ここの通路を上からでも下からでも来れます。はい、ここグランフェスタさん入ってすぐこちらに、タコピアがあります。それでは行ってみましょう。はい、姫路タコピア、明石風たこ焼きタコピア、姫路タコピア。これ不思議なんですよ。明石焼きって書いてるのに姫路タコピア。ここにね、大きく値段が書いてあります。たこ焼き450円、イカ焼きが200円、これがおすすめです。はい、あとはね、結構うどん定食とかね、そば焼き定食なんかもおすすめです。お酒なんかも売ってます。食券機で買うスタイルです。はい、券売機で。私はこのたこ焼きとイカ焼きを、はい、ここに券が出てくるので、これを取って、並びます。あ、大丈夫、すいません。ここに入れて、もうひっくり返してる。7番でお呼びします。いかが焼けたら7番、これ持っていてください。めちゃくちゃ早い、早速できました。はい、姫路なんですけど、明石焼きですね。観光の方にも姫路民にもぴったりの、みんな食べてます。特徴はこのタコに乗ってるこの、なんかこのまな板みたいなやつ、これがね、斜めになってるんですよ。斜めになってるけど滑らない。ソースをかけてください。あ、イカ焼き7番、呼んでる。はい、7番で。おー、すげえ。このシステムやばい。めっちゃでかい声で呼んでくれたんで分かりやすい。イカ焼きの焼くとこも撮りたかったんですけど、タイミングが合いませんでした。これがね、もちもち感がすごくて大好きです。はい、こちらのお姉さんですね、今あのカウンターにおられたお姉さん、愛されて50年、すべてお客さんの笑顔とともに、時代は変われど、この味は変わらない。あっさり派、だしにつけて、明石風に食べるもいいし、こってり派ソースつけて、さらにだしにもつける、姫路風を食べるのもよし。昔はね、ここにはなかったんです。昔、ソース、甘くないソース。これこのままにするとね、こう閉まっちゃうんですよ。立たないんですね、これね。蓋が自動で閉まるシステムになってます。はい、ソース、このソースね、いっぱいつけますね。おいおい、ソースつける。写真映るんでね、これをね、これいや、これ貼り付いてるやん。タコピアの営業力半端ない。実食ですよ、皆さん。このたこ焼きにソースがかかって、そのソースをここにつけて食べる姫路風明石焼き。あ、これこの味やね。ソースがちょっと辛くて、それでいてこのスープと合わせてやっと完成する、このダブルミニ最高。125cc って高速乗れる喜び味わって。
はい、私はタコピアに来たらこのタコ焼きとこのイカ焼きを必ず頼みます。はい、イカ焼き、このもちもち感が超おすすめです。ここに、はい、このソースをね、ここにタコ焼き同様ソースをここにかけます。ソースにはね、二度漬け禁止と表記はされてないんですけど、気遣いで二度漬けしないようにしています。はい、これをこのままね、畳んでこのまま食べましょう。見てください、これ昔はね、もうちょっと分厚かったんや、多分ね。うん、はい、この弾力感、これもめっちゃおすすめ。200円で食べれるんで、学生の頃、弾力性と腹持ち感でこればっかり食べてます。はい、皆さんに裏技をお教えします。はい、このタレをつけて、これがね、裏技です。たこ焼きよりね、少し、まあ、生姜とか入ってるんで味が少し濃いめかもしれません。で、卵が入ってない分ストレートの味わい。イカ焼きはもちもち感が美味しいのでおすすめです。腹持ちがいい。ごちそうさまでした。うまま。最後にこの布巾で自分たち食べたところも拭きます。